どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さん、ガズ旅も、帰ってきまして、今日ね、午前中というか昼ぐらいに、ガズ旅の動画第1弾アップロードしたんで見てもらいたいんですけどですね、そうこう言ってるうち時はどんどん進んでおりましてですね、秋深しというかもうそろそろ冬の景色がちょっと見えてきたぞということなんですけど、ガズレレではですね、リットミュージック社さんから本が出ることが次のでっかいニュースになっておりますけれどもですね、この度ですね、ゲラというですね、まだ商品ができる前の最終チェックの原稿とか、こんな感じになりますよというね、サンプルのですね、表紙届いてますんで、皆さんにシェアしていきたいというふうに思います。まずですね、表紙から見てもらうから、すごいいいのよ。いくよ。じゃ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 ん、こんな感じでーす。ちょっとこれ光沢があるんだよね、表紙に。はい、はい、これがハンディ版のボリューム1で、このピンクの方がハンディ版のボリューム2ということで、ほら、大きさ見てくださいよ。これね、かなりね、これコンパクトなサイズになってるんですが、どのぐらいコンパクトかというと、はい、こっちがですね、元の本ですから、見て、この大きさの違い、わかります？かなりちっちゃくてコンパクト。で、厚さは、こんな感じですね、大体。わかるかな？はい。厚さは、でもやっぱりなんかこっちの方がね、200曲入ってる割には薄い。でも中身はですね、いつもお伝えしてますように、このハンディ版のね、ソングブックボリューム1は、この黄色い本と赤い本が、これが一つになって200曲でちっちゃくなってここに入ってるんですからね。はい。これ、簡単ウクレレソングブックハンディ版ボリューム1と、で、こっちのピンクのこのボリューム2はですね、はい、ソングブック3と4。これがガツッと一冊に200曲入って、ほんでもって、このピンクになっております。そして今回ですね、こっちの本に、こっちの本のシリーズにないのが1曲入ってます。ガズレレソングの楽譜がですね、この、こっちのブルーの方にはガズレレソングの楽譜も収納されてますよということで、はい、ただいま、アマゾンとか書店さんとか、楽器店さんなどでご予約受付中でございます。なので、この本持ってる方ね、内容は一緒ですけどね。はい、でも、ちっちゃくなってハンディ版で200曲。あと、ちょっとこの本の中身はね、これダミーなんですけど、開いた時に、いい感じでこう開くというね、すごい最新技術を使った製本技術になってますんで、こうやって置いといても見やすいということになっております。この大きさ結構良くないですか？で、この帯をね、取るとですね、はい、なんと、私がこれ、マジックで書いたこのロゴがね、飛び出してきます。可愛いでしょ？レッツシングって書いてあります。こっちも、この帯を外すと、ここに、レッツシングって書いてある。これ、ちょっと違うんですよ。実は1と2で、レッツシングの字が。ここもちょっとマニアックなポイントですけど、いいでしょ？はい。この本がリリースされるということで、実はもうゲラというね、これからこんな感じで印刷になりますというものも届いてるんですよ。こういうのを見ながら、まあ最終チェックするんですけど、やっぱりね、ちょっとね、字はこっちのね、シリーズの本に比べたらそれはちょっと字はちっちゃいんですけど、まあ私が見る限り全然、僕の目ではですね、よく見えるからって感じなんですけど、まあもちろん私ちっちゃい文字はちょっと苦手という方は、やっぱり引き続きこっちの方がいいと思うかなという思いますけど、まあまあ、そうでない方はハンディ版めちゃくちゃいいですよ。で、ここもよく見ると、ちゃんと書き込むスペースもやっぱありますからね、かっこいいバージョンを書き込んだり、自分でこう、思ったことを書き込んだりとかいうのがあります。あとですね、実はガズレレのこの本の歴史って結構あるじゃないですか。で、こっちとか、黄色い本とか赤い本とか、まあこの本に入ってるバージョンよりその後ガズレレレッスン動画で改訂版っていうのをアップロードしてる曲も結構あるんですね。そこんとこでたまにコードもガズレレっていつも進化してるじゃないですか。なんでコードがですね、要は2000、この本が出たのがいつだっけな、2019、18年、2000、結構前なんですよね。で、その時よりもさらにパワーアップしてるからコードの表記が変わってる曲もあるんです。そういう曲はですね、こっちのハンディ版の方ではちゃんとそこもね、ちょっと書き加えてあるんですよね。その辺もちょっと進化してるということでございます。ということで、重ねですけど、12月22日発売なので、ご予約とかしていただくとクリスマスの、ご自分のクリスマスプレゼントとか、お仲間とかね、お友達とか家族とか、にも
いいんじゃないかなというふうに思いますね。この本みんなで持ってるとね、このハンディ版2の何ページみたいな会話もできると思いますからね、ご活用いただければというふうに思います。で、あとですね、ただいま、大好評にて、ガズのウクレレたち、Gラボウクレレたち、販売予約受付期間真っ最中ですから、はい、今月いっぱいまで、末日まで、受け付けておりますので、ぜひ、概要欄にね、詳細リンク貼っとくんで、ご覧になってください。あと今ちょっと気づいたんですけど、ここにね、帯がついてるんですけど、いいですか？この帯外しましょうか？私が、帯を外しましたと。この帯の後ろ見てください。じゃーん、ガズレレ必須コードがこう書いてあるんですよ。このガズレレ必須コード初心者の人はね、なかなかすぐに覚えられないだろうから。このね、これは助かるんじゃない？だから、本を広げといて、この本を広げといて、で、帯をね、横にこうやって置いといたら、このコード見ながらね、あ、そういえば D7 ってこうだったみたいな感じでできるという、いい感じですよ、これは。はい。芸術の秋から、本格的冬の、中、こたつとかでみかん食べながらウクレレ弾くとか、最高だと思いますよ。あと、すでにやってる方、周りの方にもぜひ、おすすめしてください。で、今からガズレレを知った方は、こっちの方がいいんじゃないかな。ちょっとリーズナブルなんですよね。この2冊を買っていただくより。なんで、そんなこともちょっと、ご検討くださると嬉しいかなと思います。ぜひともよろしくお願いします。はい、ご予約、受けたまってますよ。